吉村勘弁です。やっとですね、エアコンの方が治るかもしれないということで、今日は助っ人の楠木先輩に来ていただきました。ありがとうございます。まずバルブがやっぱり開いてない。あ、バルブが開いてない。バルブが開いてない。このガスの線が、はい、ここは、まあ、今、まあ、閉まってる状態なんで、こっちに、はい、こっちで閉まるんですけど、はい、これが緩めると、そう、開いてたら、はい、閉まら、もうこっちに行くけど、はい、こっちに行かないんで、これもう完全にバルブが閉まってる。ガスが出てないですね。だから一回とりあえずこれは外す。なるほど。うわ、いらない、いらない、はい、不要品だ。そんなもんいらないんだよ。これがでもこっちにして届くかね、配管が。ああ、ちょっとさ、はい、道具持ってくる。あ、これもうダメだ。これもうダメですか。あ、いや、ダメっていうか、ちょっと一回切り直さないと、そっちの太い管がなんか曲がっちゃってる。取ってんの。取ってますね。これはもう今ひん曲がっちゃって、このフレアが動かないから、はいはい、本当はこうやって動かないといけない。あー、なるほど。ひん曲がってこのままつけたら、はいはい、まあガスが高確率で漏れる。これがプロの技ですかね。いやいや、誰でもできるから、こんな。え、これ、もともと、これフレアとかしたんですか。もともと、こう、できてるやつ買ったんですか。その、どの状態にいるかも謎の状態なんですね。素人がいじって、うん、その、状態すら知らないってこと。僕は知らないですよ。新品を買った。新品を買って自分たちで取り付けるっていうので、あ、僕は全くノータッチのまま来たっていう感じなんですけど、キットを買ったの。うーん、4メーターみたいな、4メーターキットで、この多分これがもう初めからされてる、はいはい、これはこれ切って、うん、メーターを切って、こうやって自分でフレア加工っていうの、加工グリルを作って繋ぐんだけど、まあその、いや、普通についたっぽい、これで。すごい、すごい、すごい、すごい。それ何をやってるの。これはなんかフレアって穴をこう開いてる、こういう風に。あー、なるほど、うん、これですね、こんな感じ で、 これは広げてるんですね。ちっちゃすぎても、はいはい、締めるときに割れちゃうし、大きすぎたら締める、もうこっちの接地面が、はいはい、隙間ができちゃって、まあ、数がなるほど。説明してください。今ですね、説明できるとね、この内気から出ているホースを、はい、まあ、先ほどフレア加工した、はい、そのホースの先端を、はい、室外機の端の方のね、取り付け部分に今つけてもらってくるんです。しばし合ってんの。合ってんの。切れすぎてもダメだし、閉まってなさすぎてもダメなのね。はいはい、ほどほどがいいと。それで、このトルクが、うん、これダメだ。このトルクレンチで締める。トルクで、あー、なるほど、今の感じがトルクレンチの本領な。トルクで締まりましたよっていう、はいはい、あー、なるほど、そういう音なんですね。で、実際、はい、ガスが漏れやすいのはこっち側。あ、上の方、うん、2部の方なんだけど、こっちが漏れやすいから、こっちはもうかなり神経質にならないと。どう見てもこれ素人がやるべきものじゃないっていうのが分かりましたね。まあ、そうだね、少しぐらいはかじってないと。そうですね、経験がある程度あれば分かんのかも。説明書だけじゃ厳しいと、うん、で、あれが、はい、ホース、ホース、はい、あ、本来あれに、はい、あれ水流れるホースだから、はいはい、あれにホースつけないとね、水があそこから出るんで。これじゃないっすね。いや、違うあったかな、俺と思ってねえんだな。あ、これですか、この細い方が、うん、ピョンって出てる。あー、ガネさんが言ってたやった。あー、なるほどね。
チルビズサーデー。